市中央卸売市場に来させてもらいました。名前は花と申しまして、インスタグラムを通じて岡山のグルメ情報を発信しています。はい、実は僕がこの度岡山市場インフルエンサーにご任命していただきまして、半年の任期でこれから市場を盛り上げるために SNS でこう発信をしていこうというので、こうちょっと新聞にも載らせていただいて、思いっきり目をつぶってますね。ここが一般のお客さんでも入れる市場福福通りっていうところで、なんか市場いろんな僕グルメの観点でいくと約15店舗くらい実際に店内で食べれるブースであったりとか、まあ、市場なんで野菜とか果物とか、あと水産物、魚、お菓子とか包装グッズ、タッパとか、まあ、そういったのも売ってますね。で、福福通りは一般のお客さん入れるんですけど、福福通りのこっち側が競りをしてるところで、こっちはもう基本的に一般のお客さんは入れません。なので、こっちの福福通りの方で楽しんでいただくっていう感じです。市場の駐車場なんですけど、市場の門を入っていただいて、福福通りっていう文字のところを右折してもらうと、こっちですね、もうこっちに行っていただくと一般の駐車場が結構数がありますので全然止めれるかなと。この道路がある、はいはい、右ですよね。あ、そうです、右側ですよね。トイレがあると思うんですね。あ、ですね、あの辺りが一般の駐車場なので、はい、ここに止めていただけたら大丈夫です。いつも朝早くからやってて、僕も今日4時半に来たんですけど、結構もう準備とかで賑わってて、朝4時から売ってるところなので、卵焼きとかも、漬物置いてますね。結構昔ながらのレトロな雰囲気でタイムスリップした感じに、はい、あ、おはようございます。おはようございます。休憩障害って言われます。こんな感じで案内マップがあって、これ一応意外とって結構店が多いんですよ、はい、でこれあっちにも看板があるんで後でもいいかもしれないですね。待って、なんで、はい、アンバサダーなの？朝活がマイブームな時がありまして、出社前に朝ごはんをどこかで食べて出社する、で朝早く開いてるお店、市場で、まだ全店舗制覇できてないんですけど、市場のグルメをもともと知ってて、魅力は知ってて、あ、もう僕が応募するしかないなと思って応募しましたね。市場の中央あたりになるんかな、ここに福福通り の全体のマップがあって、どこにどういうお店があるかが書いてあるような形ですね。一番最初の入り口がここで、こう入ってきて僕らが今真ん中にいますね。で真ん中にこのマップがあります。で一番メインはこの赤色の飲食さなので、赤色がご飯が食べられる場所っていうので約15箇所店内イートインできる。それ以外にもパンであったりとか漬物であったりとか、テイクアウト系のものもいっぱいあって、結構お店としてはすごい多い、ね、お花類とか、今あれですけど野菜とか果物とか、そこお菓子とかも売ってますね。はい、ここは朝4時から空いてる市場唯一の喫茶店、市場で多分唯一じゃないかな、水曜日休みなんですよ市場で、水曜日空いてるんですよ。
朝、日によるんですけど、朝4時ぐらいから昼は2時とかだったかな、はい、ほぼ2時ぐらいになったらもう、はい、もう1時、2時ですね、大体。どうですか、今日今日は、はい、お付き合いいただきました、ありがとうございました。まあ、結構真面目ですよね、はい、めちゃめちゃ真面目ですよ、ね、あ、本当ですか、どうなんか、面白いですね、でもこれ、あんまりアドリブが効かないんで相談も、受け入れはするんですけど、面白く返せないなるほどな、アドリブがはい、アドリブ効かないんで、もう真面目な感じで、あ、でもいいですね、はい、お伝えできたら皆さんを育ててあげてくださいみたいなね、はい、逆にいや、けど本当ありがとうございます、お付き合いいただいて。ゲリさんも飲みますか。あ、いいですか。いいですよ。じゃあ、何しますか。ホットコーヒー。あ、ホットコーヒーしましょうか。そのインスタグラムをやってるじゃないですか。はい、はい、はい、いつから始められたんですか。インスタグラムは2年半ぐらい前ですね。おお、はい、でも2年半前ぐらいで今1万人ぐらいいってるじゃないですか、はい、そうですね、はい、何がきっかけでその1万っていうのぐらい。そうですね、毎日コツコツと、今はちょっと毎日できてないんですけど、僕気をつけてるのはもうとにかく分かりやすく伝えるっていう、あ、はい、スライドに文字を入れたり、なんか難しい言葉を使わないとか、あとは自分をフォローしてくれてる人とコミュニケーションを多く取ってますね。あ、いわゆるその DM でやり取りを。あ、DM とか、こっちもリアクション、いいねとかコメントとか。あ、なるほど。あ、そうですね、はい。ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます、ゲルさんも。はい、また引き続きね、はい、花さんのインスタグラムをフォローしながら、はい、まあ、YouTube 見たり、実際足をね、運んでいただけたらなと思います。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。